2週間ぶりですけど、またちょっと東京の方へ用事で行きますので、光650号14番線これで乗ってきます。
はい、東京駅着きました。まあ、あっという間ですね。ちょっとこの後はですね、ホテルの方にまずはちょっとチェックインしに行きたいかなと思います。今日泊まる宿泊施設なんですけども、ヴィラ・フォンテーヌグランド東京汐留です。こちらです。吹き抜けが高くてすごくなんか開放感があって、またあと作りがすごくおしゃれでもあって高級感もあり、なんか今日はどんなホテルに泊まれるんだろうというワクワク感が出てきますよね。なんかめちゃくちゃすごく品があっていいとこですよね。これ普段なかなか高くて入れないんですけども、今回はさすがに、1万円切ってたので、あ、利用してよかったなと思いますね。あとお部屋の方が楽しみですけども。こちらになりますね。咲き誇れ信じた道を行け、エミタ立ち上がる。